ふふ、なるほど。これはなかなかすごい匂いなのだ。確かにこのまま食べるのは難しそうだし。じゃあまず匂いを消すために消臭剤を1さじ。あとは嗅覚を鈍らせるために からしの粉を2さじ。おいしくなーれーなのだ。あれ、間違えてからし粉を入れすぎてしまったのだ。 するほどのことでもないのだ。代わりに消臭剤をもう少し入れれば多分大丈夫。
Thank you.